小林城は、現在の宮崎県小林島方にあった、日本の城。別名を三津山城、あるいは三の山城。現在は、城山公園。A69 年に、日向の伊藤義介が、薩摩の島津市への抑さの城として、またその、島津の飯野の城攻撃の前線基地として、築城主、米吉江方に命じて作らせ、城主にも任命した。西方。 北宝、東方を岩瀬川が囲むように流れ天然の堀となり、南宝は白須土壌による断崖絶壁で容易に登れないという天然の要害を利用した南宝不落の城。当初は三津山城、もしくは三の山城と呼ばれていたが、島津氏の城に帰すると、島津義弘により人心一心のためと北原氏が所有していたもう一つの三津山城との混同を避ける意味で、 小林村にあったことから、小林城と名を改められた。現在は、私有地であり、指表、本丸跡などの標中等はあるが、ほとんど雑木林になっている。小林城の築城が開始されてから約半年後の、A69 年10月26日10月25日という、説もありに、島津義久、島津義弘、島津俊久が城の完成前に2万余の兵を、 動員して攻めてくる。吉久は大手口、吉広は水の手口、年久は久保の矢口のある南方から攻めた。伊藤軍はひしり氏りよりこの情報を得ていたが、そのひしかりからの死者が木戸に着く前に攻め入られている。島津軍に対し伊藤軍の勇士は、撃って出るが敗退、牢場船へと移行していく。結果、大激戦となり、城の内堀と外堀が死体で埋まり、 また島津方が城を消失させる作戦に切り替えたため、木内の牛馬200頭が炎に焼かれて死んだという。やがて城は本丸を残すのみとなるが、十方は弟のメラノリエと共に、奮戦、やがて東海山に、築城からの援軍が婦人史上兵と共に、島津軍を攻撃、あた中塚末広またざ門城、C はスケジューら始軍の主だった将がことごとく、 打ち取られ、吉弘も重傷を負い、島津軍は敗北、退却した。伊東軍の激しい抵抗により小林城は守られた。なお、この時の戦死者数などは不明であるが、相当数の死傷者を出したようであり、島津忠義と島津隆久の両名は、戦死者を弔うために冒頭に、南、無、阿、渡る、他、仏を冠した和歌を演じている。 元気3年5月3日、翌日の格闘場攻略のための伊藤軍の出発場所となった。この戦いで小林城主であった米吉江方は戦死している。また、この戦いで亡くなっていった伊藤軍の各将兵らを供養するため、伊藤氏が建立した伊藤塚会は小林城から歩いていけるほど比較的近い場所に建立されている。天正4年8月24日、 兄の死後に上司を務めていた、メラノリエが、島津軍に寝返る。小林城は同じくのリエが治めていた、築城と共に、島津市の城となり、鎌田青年が左見されている。同28日に、高原城を下した、吉久らの将兵が入城、戦勝祝賀が催されている。天正15年の豊臣秀吉による九州征伐の際は、 豊臣勢を迎え撃つべく川上忠だ兄が小林城にこもって迎撃準備を図っている。現長元年の一国一条例により廃城。西南戦争で敗れた西郷隆盛は退却の際、二度小林を通っているが、その二回目の明治十年8月28日に、この小林城の真下の街道を通って、鹿児島へと帰還している。ありがとうございます。